はい、どうも。キープオンリーワンラブ FK です。こんにちはかな？私は今起きたんですけど。今ってか、さっき起きて、まあ、ちょっと、寝汗ひどかったんで、シャワー浴びてたんですけども、まあ、私基本、朝なんでシャワー浴びるのが。はい。まあ、そんなことはいいんですけども。まあ今日やるのはですね、米編をやっていきます。まあ、前回ちょっと溜めすぎたんでね、今回は短い間隔でやっていきたいと思います。ではですね、BGM の方何かかけていこうかと思うのですが、何も思いつかないっていうね。リトバスの BGM 使っちゃったしな。まあ何かにそう流そう。アニソンつってもな、流すもんねえんだよな。いや、ガンダム祭りで行こう。では、最初の BGM はですね、これじゃないですよ。なんてこった。最近広告売ってほしいんだよな、飛ばせなくて。じゃあ、まず、これを、ね、しながら、やっていこうかと思います。まあ、最初の BGM ですけども、森口博子さんのエターナルウィンド、微笑みは光る風の中です。では、この辺やっていきます。前回この辺したのは、セブンスターのスナップボックス。音でかいな。では、この辺やっていきます。藤田真一さん、動画お疲れありがとうございます。いつも忙しい時に LINE 送ったりしてごめんなさい。いやいや。なんかいつもタイミングが悪いんですよね、どうしてもね。じゅんりさん、ゆうさん、いつも見てます。ずっと頑張ってください。毎回楽しみです。ありがとうございます。BLIZZQR さん、リトルバスターズ見てみようかな。パソゲーですか？PSP も出てます、確か。PSP、PS ビータも出てます。まあ、PS ビータの、なんだっけ。ビータの、なんちゃらエディションなんだっけ、何エディションだっけ。コンバーテッドエディションだっけかな。あ、PS、PS2。PSP、PS ビータ、PS3 で出てますね。あとは、まあ、パソコンでも出てます。私は、まあ、パソコンでなぜか18金満買っちゃったんですけど、ね、PS2、PSP、PS ビータ、PS3 のどれかをやると、まあ、エロシーンなしで全ヒロインを見れるっていうことがあるんで、そっちの方やった方がいいんじゃないかなと思います。正直エロシーンいらなかったですね。キティラブのナイチャチレオさん、お疲れ様です。ありがとうございます。初めて見ました、そのタバコ。まあ、これ関東限定でしたね。私は東京で買いました。ツナ缶 WW さん、こんなのあるんですね。会話になる前に関東行かないと。はい、関東。まあ、東京あたりが一番入手できる確率高いんじゃないですかね。でもあんまり売ってないですけどね。ツナ缶 WW さん、本当に大好きな道具で傷つけたらダメですよね。本当にそうですね。特に野球とか特に危ないっていうのもありますし、そうですね。危ない以前に、そのプレイヤーとして失格だと思います。本当に。ハルくん7777さん、一度吸ってみたいですね。ぜひ吸ってみてください。この辺ありがとうございます。免許頑張ります。頑張ってください。リトバス見ますよ。リフレイン10月からなんで、はい。
私も結構楽しみにしてたりします。大三重さん、この辺ありがとうございます。千葉に住んでるんですけど、このタバコ初めて見ました。時間あるとき探してみます。はい、まああまり吸う価値はないと思うんですが頑張ってください。この辺ありがとうございます。千葉に住んでるんですけど、このタバコ初めて見ました。亡くなる前に見つけて吸ってみたいです。まあ、いつ亡くなるかわからないっていうのは本当にあるタバコな。打ち合って米2回しちゃいました次はマルボロクリア8ですね。まあ、試供品でもらったタバコなんですけど、このタバコなんか微妙というか、ツナ缶 WW さん、今度出るやつですね。メビウスあんま好きじゃないんで微妙ですね。私はあんまり好きじゃないですね。あと英語わからないんで自信ないですが、スペル間違ってないですか。はい、間違ってました。はい、ご指摘ありがとうございます。訂正しました。藤田慎一さん、動画お疲れ、毎日楽しみにしてます。コメント見て、見ましたか、ごめんなさい、ありがとうございます。大三重さん、自分赤丸聞きますよ。うまいですよね。普段はセッタですけど、タバコとか楽しみにしてるんで、これからも頑張ってください。ありがとうございます。赤丸最高っすね、本当に。一番好きなタバコと言っても過言ではない。いや、すいません、一番好きなタバコはピースでした。もうピースきついんであんまり吸わないですね。次は、次は、ビヨンズ・ザ・タイム、メビウスの空を越えてですね、TM ネットワークの方ですね。次はミス・デジタル12343。これはマルボロ特有の苦味が好きだから赤丸が一番かな。私もそうですね。赤丸、マルボロの中では赤丸が一番好きです。カットマン07193、初コメだと思います。わら。自分は基本キャメルブラックで、キャメルが売ってなかったら赤丸です。キャメルブラックは売ってるところと売ってないところがあるんですよね。最近やっとコンビニでも見かけるようになったんですけど、前はタバコ屋にしか売ってなかったです。BLIZZQR さん、やっぱり赤丸ですな。メンソールならアイスブラスト買います。最近はメンソール捨てるようになったけど、ブラメンだけは吸いたくないですから。ブラメン人気ないっすよね。私は好きなんですけど、私の周りの人はみんなブラメンまずいって言ってます。はるくん777さん、フィリップ・モリスのタバコならやっぱり赤丸が一番ですね。ほんとそうですね。今年は新作多いですね。ほんといいですね。でも最近はやっぱりメンソールとかばっかりで、あんまりいい感じはしないです。本当に、タバコそれぞれの癖みたいなものが年々失われていっているっていう感じがします。次はマルボロミントストリーム。5ミリ。これはベルゼバブ、ベルゼブブ19253、ウポツありがとうございます。ていうか久々にコメントもらった気がする。うん、藤田慎一さん、動画お疲れ、ありがとうございます。 BLIZZQR さん、福岡限定か、残念、吸ってみたかった。あんまりおすすめしないですね。はるくん777さん、限定はせこいですね。まあ買わないですけど、まああんまりおすすめしないですね、本当に。翼ウィングさん、はじめまして、 FK さんの使ってるハイザル教えてください。あと紹介もしてください。こんな感じ見えるかな、こんな感じ、これです。ちょっと今吸い殻入ってるんであんまり傾けられないんですけど、豚です。豚の鼻で鎮火するようになってます。ドンキホーテで、なんだっけ、600円ぐらいで買いました。前使ってた灰皿は、まあ今外に置いてあるんですけど、
どこだっけ、ビレッジヴァンガードで300円ぐらいでした。超安い。次はキティラブの718レオさん、行ってみたい。あんまりおすすめしないですけどね、本当に。次はケント、ナノテックメンソール8mm。キティラブの718レオさん、確か姿タバコの売り上げ1番でしたっけ。確かそうですね。私はあんまり細いタバコ好きではないんで買わないんですけど、確かに。スカイハイ RPG さん、お骨です、ありがとうございます。 PLIZZQR さん、ケント吸ってみようかな。私は好きではないんでおすすめしないですね、ケント。藤田慎一さん、動画お疲れ、ありがとうございます。はるくん777さん、細いのはなんかキモいですよね。細くしか意味がわからないです。ケントのアイブーストは普通に美味しかったです。アイブーストは確かにまあうまいんですけど、それ以外のケントはなんか嫌いですね、私はね。とまあ今回のこの辺はこんな感じですね。まあもう少し雑談の方をやっていこうかなと思います。最近ですね、またリトルバスターズをやってて、まあ何のためにやってたかっていうとですね、 CG の回収率が 99% とで止まってたんで、全部回収するためにまた一通りルートを見ようかなと思ったわけですが、一通り見なくても、いや一通り見たな。誰だっけ、誰かのルート以外全部見たな。もともと全年齢対象版からのヒロインは、ミオ以外全部見ましたね。一通りもう一回見て。で、まあ、ついでに野球シナリオでもう一回、勝ちたいなと思ったので、野球シナリオもやって、そしたら、まあ、リンの急所全部解放しちゃうっていうことになって、まあ、圧勝しちゃったんですよ。圧勝しましたね。3対0で勝ちました。普段っていうか、リンは、結構な確率で炎上するんですよね。大量失点するんですよ。で、リトルバスターズも正直言うと打線そんなにいい打線ではないので、繋がる打線ではないので、勝てる気しなかったんですけどね。先制してそのまま逃げ切りました。で、バトルランキングでも、特定の条件で出てくる、マスク・ザ・斎藤というキャラクターに挑戦するためにやってたんですけども、斎藤に挑戦できないまま、リキが優勝しちゃいましたね。あの時はすごく武器に恵まれた感がありました。剣豪と戦った時に、リキの武器が、なんだったっけかな。確か、ごぼうかなんかで、まあ、途中で折れちゃったんですけど、剣豪の武器が 3D メガネで自滅してくれましたね、勝手にね。ラッキーと思って。じゃあ、とりあえずもう一本赤丸吸いながら話をしていきたいと思います。いや、本当にね、斎藤強いっすね。斎藤とやり合ってまともに勝てるのは、誰だろうな。ケンゴやマサトでも多分勝てないですね。本当に、武器っていう制限があるからこそ、マサト、ケンゴは斎藤に勝てないと思います。本気でやれば多分斎藤なんか余裕で勝てる。まあ、特定の条件を満たした西園美代が勝てるかなっていう感じなんですけども、能力的にはあまり高くないんですけど、ミオの場合は武器が異常に強いんで、ただし、それも特定の条件じゃないを満たさないと出てこないんですけどね。ちなみに、キー作品には、どこかに必ず斎藤というキャラが登場します。ちょっと待ってくださいね。
カノンにも、斎藤が出てきます。まあ、主人公のクラスメートの斎藤くん、もしくは、プッシュ佐藤、じゃあプッシュじゃない、ブッシュだ、ブッシュ斎藤だ、ブッシュ斎藤とか、クラナドにも斎藤出てきますね。ジェット斎藤、ジェット斎藤、もしくは原告の斎藤、そしてあの主人公の岡崎智也が、あのヒロインの古川渚の両親にコスモ斎藤って呼ばれますね。トモヨアフターにもポップ斎藤っていう名前が出てくる、名前だけ出てきますね。じゃあリトルバスターズはマスク田斎藤ですね。ちなみに、マスク田斎藤の正体は、あの本人が本気で正体を隠す気ないんじゃないかなと私は思っているわけで、あとはサイヤルートに出てくる時風旬も本気で正体隠す気ないだろうと突っ込んでやりたい気分でしたね。二人とも中の人っていうか声で正体バレバレなんですよね。変色くらいつけとけよ、二人とも仮面かぶってんだから。二人ともかどっちもかね。エンジェルビーツにも釣りマニアのフィッシュ斎藤が出てきます。ちなみにですね、リトルバスターズのマスク田斎藤と中の人が同じです。これ言ったら多分知ってる人には即バレるのかな。まあキー作品にはね、斎藤という人物が毎回必ずと言ってもいいほど登場したりします。まあエアには出てこなかったみたいですけどね。ちなみに、声優の緑川光さん、結構な確率でキー作品に登場します。カノンは出てこなかったんですけど、エアーでは劇場版で主人公の声を担当していました。確か劇場版だよね。で、クラナドでは、時折ロックな魂を叫ぶ、あの人、吉野雄介の声を担当していました。で、リトルバスターズでは、まあ、事実上のもう一人の主人公。てか、まあ、リトルバスターズは、あの旧メンバー全員が主人公みたいな感じなんで、それぞれの目線で語られるシーンがあるので、まあ一応でももう一人の主人公っていう立ち位置ですねの、夏目恭輔を演じてました。そしてエンジェルビーツにも出てきましたね。さっき話した斎藤ネタです。フィッシュ斎藤のっていう役で出てきました。基本18禁じゃない限り登場しますね、緑川さんね。うん。緑川さんといえば、なんだろうな、代表作。私の中では、新機動戦機ガンダムウィングと、スラムダンクなんですよ。実の妹が本当にあの緑川さん大好きで、あの緑川さんが出てくるアニメを見てるとどこからか飛んできます。まあ実家にいればですけど、まあ実家で見てる時限定でしたけどね。
深く結びつく無情傷ついたことは無駄じゃなかったな。まあ、ちなみにですね今の BGM が機動武闘伝 G ガンダムのオープニング何だっけ、トラストインフォーエバーだっけな、はい、トラストインフォーエバーですね。この G ガンダムの次だったかな、ウィング。じゃあそろそろ消したいと思います。BGM 途中でしたけど、まあ、BGM 途中なんでもうちょっと話ししようかなと思います。ちなみにですね、リトルバスターズすごいんですよね。ゲーム版だと主人公、まあ、直江力と、ヒロインの一人っていうかメインヒロインなんだけど、なんですけど、夏目凛、そして夏目凛の自称ライバルの笹瀬川ささみ。この三人はゲーム版だと声同じです。全年齢対象版はタミヤともえさん、18禁バージョンだとタミヤツトモエさんですね。18禁と、コンバーテッドエディション。コンバーテッドエディションもタミヤトモエさんだっけな。まあ、同じ人ですね。みんな同じ人です。3人。アニメ版だと、夏目凛だけ変わってないんですよ、ね。夏目凛は、タミヤツトモエさん。で、変わらず。直江力が、アニメ版だと、堀江優衣さんになってましたね。で、笹瀬川ささみが徳井空さんになってました。よっとカメラの格好しない。まああとはうん、まあ神田信俊さんとかが出てましたね。西園美桜は本当に媒体っていうかバージョンっていうんですかね、変わるごとに声優さん変わるんですよ。全年齢対象版とコンバーテッドエディションは確か同じ人なんですけど、ちょっと覚えてないですね。18禁バージョンだと柚木かなめさんでした。代表作は何だろう、まあ、スクールデイズの西園寺世界の声ですね、やってましたね。で、アニメ版1期が辰巳結子さん、2期が河原木志保さんでした。本当は1期も河原木さんが演じるはずだったんですけど、河原木さんの妊娠が分かって降板して、一期は代役ということで辰巳結子さんが演じていましたね。で、二期で河原木志保さんが演じることになりました。正直言っちゃうと、アニメ版のミオの声がちょっと違和感がありましたね。まあ、クドも全年齢対象版のゲーム、18禁版のゲーム、アニメ版で声違うんでんってなるんですけど、18禁版やってからアニメを見るとクドの声がちょっと変なんですよ。でも一番違和感があったのはやっぱり主人公の直江力なんですよね。ってなるんですよ。アニメ版見ると全然違うじゃんみたいな。まあさすがに一人三役は辛いんだとは思いますけどね。まあ、ゲームならまだわかるんですよ。ゲームって基本別々で撮るんで、それでも大変だっただろうなとは思うんですけどね。まあこんな感じですね。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあねー。